大和の伝統野菜、味米も味米もの畑。後方は味ま集落。味米もは里芋かの芋で奈良県在来の里芋の品種である。四季群の内田原本町のじま地区で古くから栽培されてきた伝統野菜として奈良県により大和野菜に認定されている。戦前から奈良県四季群田原本町のじま地区とその周辺のみで作り継がれてきた。 古くからこの地で栽培されてきたという説や、昭和初期に奈良県農事試験場において有料と認められた品種がもたらされたという説など小説あるが、来歴には不明な点が多く、元々の品種名が何であったかは分かっていない。2014年12月24日、奈良県により大和の伝統野菜として大和野菜に認定された。白くて、 キメの細かい絹肌で、里芋の代表的品種である、石川合わせより、粘りが強い。連作障害が出やすく、4年間は同じ補助で作れないが、収量性が高く食味が良い。奈良県四季群田原本町味間を中心に、天理市などでも栽培され始めている。ねっとりしたとろける食感とコクがあり、煮っころがしをはじめ田楽、深しいも、味噌汁など、 幅広い料理に使うことができる。おせち料理の煮しめや雑煮にも欠かせない。奈良県の郷土料理である、芋ぼたは里芋を混ぜて炊いた豚た餅である。他府県であられと呼ばれる小粒のカキを奈良県では切りコと呼び、里芋をすりおろして漬け込んだものは素焼きにするとよく膨らむ。おやつとして食べるほか、茶がゆをはじめ、お茶漬け、うどん、ぜんざいに浮かべて食べるのは 奈良県独特の食べ方である。ありがとうございます。